Marvelous. ビーチボール戦乱神楽始めましょう。あら珍しい、お客さんがたくさんいるわね。違うわね。はるかさん、見ていてくださいね、私の勇姿を。次も勝とうね、ベベタン。それでは、決勝戦を始めます。レディーファイト。戻ってきました。え、まさか。あなたもしかしてトイレで緑色の液体を触った？うん、ハンドソープが切れてたから棚から出して使ったよ。オーマイガペロ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 。ヨミちゃん
逃げて。ペロペロされちゃいました。ワンワンワン。ペロ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 。やめてください。わあ、なんてこと。獣アリの効果は伝染するのに。これは何ですか。これ会場のみんな避難して。なんて楽しくなってきたよ。キョン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 。みんなで獣になろうよ。ちょっとどうしたの。あら、なんだか可愛らしい動物がいますね。確かに可愛いことは可愛いけど、顔はヨミちゃんたちだよ。もしかしてこれってハルカさんの仕業じゃない。はい、そうです、その通りです。なんていうか、そのごめんなさい。アスカさん、とりあえず暴れているリョーナさんを取り押さえましょう。うん、そうだね。あ、それはダメ。キャンキャンキャン。ただ取り押さえるんじゃなくて、どうせだったらしまってほしいわ。だからそのちゃんと。さすがにこのままだとまずいわね。さてどうしましょう。あ、そうそう、あれあれ、この弾があればなんとかなるわ。だけど私一人でやるのはちょっと難しいかな。誰かの手伝いがないと。ねえ、あなた、ちょっと話を聞いてくれる？あの子たちは人の心を失いつつあるの。このままだと本物の動物になっちゃうわ。まずはじっくり話をして記憶を刺激しないと。で、人の心を取り戻してきたら、この弾はピーチボールっていうの。程よい振動を与えると特殊なミストを出してあの子たちの体を元に戻すことができるわ。というわけで、あなた手を貸してくれる？え？どうやってピーチボールに程よい振動を与えればいいのか。ん？そうね、ピンボール台を使えばいいんじゃないかしら。こんなこともあろうかと密かにお店のピンボール台を改造していたの。このお店暇だったしね。さあ、あの子たちをミストが届くピンボール台の上に乗せちゃいましょう。
ペロ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 。いたわ、ユミちゃんよ。猫になってるわ。まずは人間だった時の思い出を刺激してみるわね。ユミちゃん、あの時のこと覚えてるかしら。ほら、かわいい洋服を二人で買いに行ったわよね。私は楽しかったんだけど。待って待って、ユミちゃん、いいの？そんな猫のままだと黒影様が悲しむわよ。私は猫じゃない。私はユミ、黒影おじい様の孫。よし、人間の心を取り戻せたみたいね。私は一体。ユミちゃん、ちょっとピンボール台まで来てくれる？そうすれば動物顔を直せるから。ごめんなさいね。迷惑かけて。頼りにしてるわよ、ユミちゃん。あと、この人も手伝ってくれるからね。よろしくお願いいたします。では、行きましょう。無理はしないでくださいね。ハム、ハム。ハム、ハム、ハム。いましたわ、紫さんです。もくもく。もくもくもく。一心不乱にお菓子を食べていらっしゃいますね。ゲーム大会の参加賞の棚がすっからかんです。ガオー、私クマだよ。かわいいクマさんですね。思わずギューってしたくなります。ギューってしたら噛むよ。私クマだから。やっぱり
してしまうっぷり。ユミちゃん、クマになった紫ちゃんの可愛さに対抗してるの？そんなことしてないプリ。してると思うわよ。語尾にプリがついてるし。何でもいいけど邪魔しないで。私今食事中だから。食事を邪魔する気はないけど、いくらなんでも食べ過ぎじゃない？いいの、私これから冬眠に入るから。ゲームして寝て起きてゲームして、たまに宅配ピザを食べて冬眠。それは冬眠なのでしょうか、単なる引きこもり生活のような。そうなの？でも問題ないかも、快適な生活なら。そうですか、強行手段に出たくはなかったですが、こうなったらインターネットを遮断するしかありませんね。ネットのない引きこもり生活なんて、私生きていけないよ。では私を信じてついてきてください。必ず紫さんを助けてみせますから。でも知らない人についていっちゃダメってお姉ちゃんが言ってました。イムさんですね。私はイムさんともお友達ですよ。だから知らない人ではありません。イム、その名前には聞き覚えがあります。とてもいい感じに記憶が戻ってきたわね。このままピンボール台まで誘導しちゃいましょう。ほらユミちゃん、このお菓子を使って。わかりました。紫さん、美味しいお菓子がありますよ。ほらこっちに来てください。ガオー、お菓子をちょうだい。私が紫さんをピンボール台まで連れて行きます。そこからあとはあなたにお任せします。私も紫さんみたいに可愛くなりたいプリ。クマが可愛いなんておかしいです。そんなことありませんよ。私は他にも可愛いクマさんを知っていますし。そうなんですか？ええ、そのクマさんのことなら紫さんもご存知のはずですよ。嬉しいですね。
しです。ミッションコンプリートです。すごい。
私はクマじゃない。かわいいクマはベベタンです。ベベタンといえば、紫さん覚えていますか？町で買い物をした時のこと。はい、私ベベタンのお友達を見つけたくて町に出かけたんですけど、一人で町へ買い物なんて慣れてなかったから、すぐに不安で胸がいっぱいになっちゃって、そんな時たまたまユミさんと会って。ええ、物陰でうずくまっている紫さんを見かけた時は驚きました。ユミさんは私の話を聞くと買い物に付き合ってくれて、嬉しかった一緒にたくさんお店を回りましたね。残念ながらベベタンのお友達は見つかりませんでしたけど、
俺には紫さえいれば十分だしな。こいつ以上のマブダチはいらねえよ。だからベベタンのクリーニング用品だけ買ったんでしたよね。はい、いつでもベベタンをきれいにできるようにって。ベベタンは紫さんに愛されていますね。きっ、仕方ねえから、これからも愛されてやるぜ。ユミさんとお買い物した日のことは私の大切な思い出です。また一緒に行きましょうね。はい、ありがとうな、ユミ。紫が人間に戻れたのはお前のおかげだ。ほら、紫もさっさと礼を言いやがれ。ユミさん、ありがとう。紫さん、戻った早々で申し訳ないのですが、まだ他の方たちは動物になっています。お手伝いをお願いできますか？はい、もちろんです。あなたもありがとうございました。なかなか見事なプレイだったと思います。ですが、あまり調子には乗らないように。無理をして怪我でもされたら困りますので。